よし。300回目です。今日はスペシャル講義をお届けしたいと思います。題して、ひろき長澤の300回物事を継続するための5つの Tips お届けします。だいぶ前なんだけど、一つ問い合わせが来て、やりたいことがあるんだけど、いつも途中で挫折しちゃうんですっていう方がいました。どうやったら物事を継続してやれますか、アドバイスくださいっていうことが来たことがありました。こういったことでね、多分悩んでる人って少なくないと思うんだよね。僕ももともとそんな得意なわけではなかったんです、実は物事を継続するっていうことが。でもあるきっかけをもとにですね、継続することが全然苦じゃなくなっていったっていう経緯があります。なのでそれをちょっとシェアしていきたいと思ってます。まず最初にですね、キーワード一つ、こちら、まず最初のキーワードがこれ、とりあえず。魔法の言葉なんだよ。とりあえず。とりあえずという魔法の言葉。何でもいい、何でもいいよ。あ、これをやりたい。ダイエットしよう。10キロ痩せよう。禁煙しようでもいいし、ブログをつけよう。ミュージシャンになりたい。何でもいい。何かを始めようと思った時に、まずね、これを考えてください。このキーワード。とりあえずやってみるかということ。結構ね、普段いろいろもう常に情報がたくさん入ってきているんで、なんとなくね、やったらね、どうなるかっていうのを勝手に想像しちゃうね、シミュレーションしちゃう。で、それを考えたりしながら、あ、やっぱやめようかな、みたいな。で、結果的に物事何にも動かさないで終わってしまうっていうことが大半です。でもそうじゃなくて、アイディアが降ってきた時に、形にするためには、まず、とりあえずやろう。とりあえず最初の一歩ってなんだろうっていうのを考えます。一歩目。第一歩目は何か。種をまくってことね。スイカを育てたい、カボチャを育てたいって思った時に、やっぱり種をまかないと芽は出ないので、種をまくための最初の一歩を踏むためのキーワードが、とりあえず。今、とりあえずできることは何だろう。さっき言ったビデオログを300回継続する時も、とりあえずカメラ回してみようと、一回回してみます。それだけ。それだけです。で、一回回してみてすっげー気に食わなかったり、やってーな、これっていうのは、もう、一回、とりあえず、そこから改善するか、諦めるか。そこで選べばいい。でも、とりあえず一回回すっていう。それが大事です。一個目。魔法のこと。二つ目はね、態度表明、スピークアウト。博報堂生活総研が2010年に態度表明社会に突入したっていう言葉を発表しました。その時ね、 SNS が世の中に普及し始めていて、昔はね、暗黙の了解とかが美徳とされていたり、あんまりスピークアウトしないことの方が正しかったんだけど、態度表明社会を迎えることによって SNS で自分でやりたいことを発信するっていうのが一つのコミュニケーションのあり方になったのね。何をやりたい？例えばさっき言った禁煙をしたいって言った場合に、禁煙を SNS で宣言します。態度表明します。スピークアウトします。そうすることにより、周りの人たちが応援してくれる。応援してくれて、その結果、禁煙が達成できる。とか、例えばビデオログも一緒。1個目、2個目、10個目出していったり、200個いきましたって言ってると、みんな応援してくれたりするから継続できるっていうのもある。態度表明することによって、他の人たちが逆に応援して言ってくれることによって、自分の中に入ってきて自分の型ができるっていう感じかな、イメージとしては。外の人の協力をもとに自分のなりたいものに型取っていくっていうプロセスが態度表明なんだけど、これをやることによって継続する力につながってくるということです。それが2個目。 OK？ ここまで大丈夫？大丈夫かな、ここまで。そして3つ目はですね、これはね、
僕のブログを見てくれてる人ならよくわかると思うんだけど、プロジェクト化するということです。これはすごい大事、すっごい大事なこと。どんなことでも題名をつけたりしてですね、プロジェクトにしちゃうのよ。名前をつける、よくあるじゃない、あの踊る大捜査線でも何でも緊急司令本部みたいなのあるでしょ。ああいう感じ、緊急司令本部みたいな。その企画の名前は何なのさと。地味よね。プロジェクト名をつけるんです。例えば YouTube チャンネルとは別に、そのチャンネルの中でやろうとしてる企画、僕の前だったら茅ヶ崎の波情報っていう企画でバンバン波情報更新してるでしょ。ああいう風に一つプロジェクト化する、タイトルをつけてあげる。そしてそれを堂々と、はい、今日の茅ヶ崎ドローン波情報はっていうことを発信していくことによって、継続することによって、それがね、認められてくるんです。プロジェクト名がなければ認めにくいものも、プロジェクト名だったりタイトルがあることによって、人間の認識としてはそれを正式なものとして認識し始めます。なので周りの人も非常に応援しやすくなるっていうのがそこにあります。茅ヶサーファーも一緒よね。まあ、言葉としてなかったものを茅ヶサーファーということにちょっとくくってしまうことによって、なんとなくその塊が見えてくる。そしてそこにまたインサイトが加わってきたりすると、さらにまた面白い企画に変わってくるんだけど、まあ、それはさておき、とにかくまずはプロジェクト化する。そしてプロジェクトを明確にすることによって、回数を繰り返すことができるようになるということです。これが3つ目。そして4つ目、これがね、もう一個の大事なところ、キーワード。次、4つ目、これすげえ大事、多分一番大事だと思う。継続するために必要なことの4つ目で一番大事だと思うのは、ログ化するってこと。カウントすること、数字にすること。何回やったかどうかっていうのを明確にするんですよ。何回やったか、多分ね、途中で終わっちゃうっていうのは、何回やったかが明確じゃない時に途中で終わっちゃうことが多い。うん。ログ化という意味では、僕はログの鬼です。例えばね、何でもログ化します、何でも記録化します。これが全部ログです。どうなっているか、これはね、ハワイにいる時に始めたんだよ。2014年11月からログをつけ始めました。それが40歳の時。現在、そしてこれどういうことが書かれているかというとね、何時に起きて、何時に何を食べてみたいなことも含めて、ドワーッと書いてます。変態でしょ、もはや。で、思い出の子供にもらったものとかも貼り付けてます。だからこのノートを見れば、自分がやってきたこと、何回やってきた、何を何回やったかとかいうのは全部記録として残ってます。で、これはね、ある意味自分の中でスイッチを、オンにするためのツールですね。あー、今日めんどくせえなーとかいう時もこれに向き合って書けば、あー、そうか、あとまあ31回目だしなーみたいなとかいうのもこれでできます。ここしか見ていないからみんなね、すごいですね、よくそんだけ続けられますねっていう話になるんだけど、違うんだよ。これはあくまでも4つ目であって、その前にプロジェクト化する、そして態度表明する、そしてとりあえずっていう制作プロセスがあったから、ログ化するっていうのが生きてくるんですね。うん。いきなりここにはいかないの。そして最後、5つ目、これも大事。はい、これです。最後ね、最後のこれはルーティン化するということ。まあまあ、ごくごく今までやってきたことをいかに生活の中の一部として取り入れるかっていうことなんだよね。でね、朝のライブ配信なんかを8時から9時ぐらいの間にやっているんだけど、それはなんでルーティンができてるかっていうと、実はカイナ、うちの子犬がうちに、我が家にやってきて、朝散歩をしないといけないから、そのタイミングで波情報の配信をしてしまえっていうことでルーティン化できてるんですよね。
あともう一つポイントとしては、そのどうやって日常生活の中にそのタッチポイント動線を作れるかっていうことを改善しながら、あ、これはちょっとうまいちうまくいかなかったなとか、じゃあ今回こうしてみようみたいな、毎回少しずつ形を変えてトライするんですよ。より楽な方に、より効果的な方に、より自分が面白いなと思える方にアジャストしていくっていうのを、ビデオログで言うと300回やったってことですよね。だから毎回同じものを作るんじゃなくて、毎回ちょっと形を変えてみてこうなってきてるんですよ。だから1回目とか見るとすげえダセーかっこ悪いとか思ったりもするんだけど、でもそこにはその時作った真実があって、自分がやりたかったものがあるわけで、それはそれで認めてあげるんですよね。うん。でも継続するためにはそこに固執してるわけじゃなくて、ずっと改善をしていく、ルーティン化しながら改善化していくっていうことが大事なんです。なのでもう一回整理すると、この300回達成の裏側にはヒントとして、とりあえずやる、そして俺やりますだからちょっと応援してねみたいな。でここがね結構怖いんだけど、勇気がいるんだよ態度表明って。でもまあまあまあ、それも含めてとりあえずやってみと。うん。でいまいちうまくいかなかったら、うまくいかないやっぱやめますっていう態度表明をすればいい。だから固執する必要ない、気軽に考える、そしてそれをプロジェクト化することによって、なんかこう真剣度合いがこれで伝わるっていうのもあります。そしてそれを常にログ化してカウントすることによって、よりリアルに自分の中で実体験として確立することもできるし、周りの人も応援しやすくなるんですね。あの人まだ5回しかやってないしなみたいな、あんま説得力ないよなっていうところが、300回やったり200回やってごらん。そうするとね、周りの人の目も若干変わってきます。やっぱり周りの人の目が変わってこなくても、300回やった自分にちょっと自信が湧いてきたりもするというのがあります。そしてそれをね、生活動線の中でルーティン化することによって、もう自分の一部にしてしまうということですね。だからね、今となっては Vlog、ビデオログをやらないとすげえ気持ち悪かったりします。不思議なもんで、うん、そういうもんですね。という感じで今日お届けしたのは、一つのヒント、あくまでもね、あの300回継続して繰り返すための5つのヒントということなんだけど、ここで大事なのが、今までの話を全てぶち壊すんだけど、全部ね、明日やめてもいいです。300回やってみて、あ、もういいや、やめようって言ってやめちゃってもいいの。そこに固執する必要ないの。新しく継続できるものをまた種まいておいたものから見つければいいだけの話です。だからまあ別にね、一個のことを永遠に継続しろというのは全くそこは正解だとは思わない。いろんなものを形を変えて、やりたいものをその都度やりたいことを継続していくっていうのが正解だと思います。という感じで、ちょっと長くなってしまったのだけど、真剣に向き合ってる課題なんです。自分なりに長年考えてやってきたことなので、誰かのヒントになればいいかなと思ってこのビデオを作りました。300回目でヒントになったよっていうことがあったら、サムズアップ、いいねボタン、そしてコメントでも何でもいいので書いておいてください。全部読んでます、ちゃんと皆さんのコメント読んでます。そしてまだの方はぜひ登録ボタン押しておいてください。波情報欲しい人は登録ボタンとベルマークがあるんで、それをクリックしておくと、こちらでアップしたタイミングでアラートが届くんで、そちらもよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、Mahalo for another beautiful day. I'll see you guys later. ここまで続けられたのは皆さんのおかげです。ありがとう。Mahalo.